今夜も振る舞いタイム。今夜も振る舞いタイム。始まりました。はい。やってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなこんなで今日は僕らから。はい。フライデーフラワーさんで、タイトルが。うん。好きですよ、多分。え？なになに？ダラダラしよう。いや、好きじゃない。ダラダラするな、俺あんま好きじゃない。不安なんだよな。不安になります？そう、ダラダラしとったら。ああ。もう一人の自分が言ってくる。ダラダラしてんじゃねえよって言ってくる。ああ、なんかお菓子みたいな。そう。ダラダラしようとしてる自分と、うん、ダラダラしてんじゃねえよって言ってくる自分と、いますね。の狭間に。天使と悪魔がいますね。いるやんか。はい、これ、どうやってどっち優先させるか決めるの？ね。あの、もうどっちが悪魔でどっちが天使かわからんけど。はい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 。ダラダラしちゃいなよ。だらだらしてんじゃねえよ。だいたい勝つのはこのだらだらしちゃいなよの方が勝ちますね。クズやんけ。だいたいこっち。基本こっち勝つんやろ。はい。こっちは。でもおるんや一応。います。だらだらしてんじゃねえよ。はい。こっちはあの言うても。さあ。あ言うてもこいつは優しいんで。ああでどういうこと。このだらだらしちゃいなよって言って。だらだらしちゃいなよ。この子は可愛がってあげないと、うん、もうどっか行っちゃうんで。どっか行っちゃうの。もうだらだらできない。なるほどね。なるほどね。だらだらできないんで、だからこっちをやっぱ大事にしないと。なるほどね。こっちは優しいんで、うん、何度でもなるんですよ。だらだらしてんじゃねえよ、うん、これはもうほっといても、うん、まあこうちょっとこうずっとおんねんな、こいつは。おるんすよ。こいつはずっとおんねんな。寂しがりなんですよ、こいつ結局。だからこいつはほっとっても基本ここに来るんですよ。来るんですよ。こうやっておんねん、常におんねん。おるんすよ。こいつはもうこういう感じで行っちゃうんで、だらだらできなくなっちゃうんで。だら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 してしたらいいんだよ。だからこいつの言うこと聞いてだらだらして。うん。っていうのをやらないと、うん、もうやっぱ一生ダラダラできんになると。そうだからやっぱダラダラしたい。あでもいいこと、そうかも。どうやって可愛がったらいいこれ。うん、もう言うこと何でも聞くよ。なんか欲しいんやったらもう買ってあげる。例えばあ自分自身に。そうプレステ買いなよとか言ってないともうプレステ買ったらええし。ダラダラすんのにプレステ買いなよ。うん、もう買ってあげたらいいし。うん、で、ま、寝たらいいし、眠たい時に。うんうんうん。っていうのをしたら、こいつは基本こいつと向き合ってんねや。そうです。マジでよう生活できてんだ。いやもう基本こいつと向き合ってんねや。そうです。もう大変っすけどね。こいつと向き合うのは。ほんまに。フライデーフラワーズです。よろしく。
ダラダラしよう、眠たくなるまでダラダラしよう、頭を撫でてダラダラしよう、煙たくなるまで。アレルギー、いや僕もやったんですよ。俺も軽めの猫アレルギー。なんか慣れます、ね、慣れるんですよ、ま、絶対ダメな人もおるんですけど、うん、大体慣れるっすよ。くしゃみが出るのか、そう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 、目痒なってとかで目やにめっちゃ出てきてとかなるんですけど、うん、慣れるんすよ。何出てくるって、猫も結構目やに出たやつおるっすね。なんかね、目がボコなんですよ。あ、それは結構ひどいですね。あ、でも家で飼ってる猫はあんまりならない気しますね。でも友達ん家行って猫を飼ってる猫、可愛いんですよ、めっちゃ可愛いんですけど、30分ぐらいしたらもうボコだって、ここ十字ぐらい。それは多分治らへんタイプっすね。治らんタイプっすか。治らんタイプかも。ええ。一回子猫で、あの、もらってきた猫のお腹に顔をこうやってやるんですよ。ちょっとずつ体勢つけていって。ほんだらもう一気に。どうすんだよ、アンパンマンみたいな。